Why did never give up?はい、どうも、もちです。いつもご視聴誠にありがとうございます。5月になりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。私はもう、初日から、アグレッシブに、動いております。いや、もういい天気でね、ほんとなんか、天気がいいと気持ちいいですね。はい、もう、朝から、動き回っております。そして、今日のお話なんですけれども、皆さん、テレビって、お持ちですか？見てますか？っていう話なんですけど、いや、モッチーはですね、かれこれテレビを持たなくなって何年経つのかな？間違いなく10年は経ってます。そう、テレビを見ないんですよ、僕。いや、だけどテレビ見なくても情報を手に入れることができる、まあ、あとはまあ番組を見ることができるように、ほんと年々なんかすごいこう、まあ、便利になってき、たんですけれども、まあ、そんな中で、テレビを見ずに何見てるのみたいな話を今日はちょっとさせていただこうかなと、思います。ぜひ、まあ、参考にしていただければと思っておりますので、お聞きいただければと思います。まあ近年サブスクというもの、この前もちらっとお話ししましたけど、まあ、お金を、ね、月が変わればいろんなものが見れるみたいなのが、まあ、ありますけど、一応今日は有料版と、まあ、無料版でちょっとお話ししていけばなればなと思っておりますので、ぜひ、まあ、私もやってみようと思ったらぜひご活用していただければと思います。まずじゃあ有料版からいきますかね。いや、無料版からいきましょう。いやどっちでもいいですけど、有料版から、最も長くお金かけているのはおそらく、これかなっていうやつなんですけど、この前ちょっとお話の中に入ってなかったんですっかり忘れてたんですけど、ニュージャパンプロレスリングワールド、まあ通称 NJPW ワールドと言われているんですけど、これはあのプロレス、新日本プロレスの、試合を生で見れるっていう、そういうやつです。月額999円、1000円以下で見れるみたいなね、そういう、触れ込みで出ました。で、まあこれを買ってもう5年ぐらい、いや5年ちゃいはない、もっと経ってるな、結構まあ見させていただいてます。これを買った理由、まあ使ってる理由は、テレビだとどうしても1時間の中で、今はまあその収録を収めないといけないので、なんていうんですか、入場から退場までしっかり見ることができない、結構カットされてたりとかするわけです。あと全部の試合が見れないっていうところがまああったんですけど、この NJPW ワールドはもう最初から最後まで全部見れるわけですよ。それどころか、終わった後のバックステージコメントとかも全部見れて、ちなみに外国人のその会話なんていうのはちゃんと、通訳も入れてくれてるので、まあ選手がどんなことを考えて行動しているかとかが全部見れるっていうのはすごく、まあ僕としてはたまらない、これこんな昔からあったら本当たまらないなというのをですね、そんな作りとなっています。まあなのでシリーズ参戦始まると、まあほぼほぼつけてるかなっていうところで、まあでもう一個の理由としては、そのプロレスを見ていると自分の音楽活動のヒントにもなる、どうやって自分をこうアピールしていくかっていうのがすごく勉強になるっていうのも含めて、まあやらせてもらってます。特に例えばそのプロレスラーの方が、試合の興行の最後に締めの言葉でね、バシッと決まる一言を言ったりするシーンがあるんですけど、そういう時ってなんか微妙な人ってなんかうーんって感じ終わっちゃうところあるんですけど、上手な人はやっぱりこう人を引きつけて、わー楽しかったなって思わせてくれる、まあそういう力を持ってるんですよね。なんかこういうのも見ながら自分もどうやって締めの言葉考えようかななんて参考させてもらったりします。あとはね、ファンである、例えば新日本プロレスを応援したい、でもその見に行く時間がない、本当は見に行ってチケットを買う、グッズを買うということで、まあ、ファンとして貢献をしているという状態を作れるわけですけど、なかなかそれが忙しくてできない、でもこの月額999円を支払うことで新日本プロレスにその僕のお金が行くわけですよ。これを年間で言うとほぼ1万2000円ぐらいでしょ、結構な金額じゃないですか。それでなんかこう応援しているっていう気持ちになれるのも一つ僕の中で嬉しいかなと。
出ております。まずこれですね。あとは、これまあ結構やってる人多いかと思いますね。 Amazon プライム、はい、これはね最初はこれに入ると、まあ、いろんな番組が見放題、最初300円だったんですよね、月額。ちょっと値上がりしちゃって確か今500円ぐらいになってると思うんですけど、まあなんかいいところをついた、番組をやってくれるということで、まあ、やったっていうのが一つあります。あとはそのオリジナル番組をやってくれたりする、そのアマプラでしか見れないっていうのが結構その僕の中で魅力的でした。例えば、もう終わっちゃったですけど、あのまたこれプロレスの話になりますけど、あの有田さんの、有田と週刊プロレスとっていう、プロレスについて有田さんが語るっていう、もうすごい深掘りする番組だったんですけど、こんなのはアマプラじゃないと見れなかったような気がします、確か。そういう特別的な番組がありました。まあ、最近で言うとあの風雲竹地上はね、お話ししてた令和版のやつはアマゾンプライムしか見れないですからね、あ、こう入っててよかったなと思いました。それもうちょい前で言うと WBC の野球中継は結構アマプラが配信してたんですよね。テレビのない私にとってはアマプラで見れるのはすごくいいのと、あれなんですよ、画面が分かれてるんですよ。その選手視点だったりベンチ視点だったりとか、なんかマニアックな視点で勝手に切り替えられるのも結構でかくて面白かったんですよね。っていうのもよくて見てました。あとは微妙にこれそのなんていうんですかね、知ってる人だけ知っているってやつなんですけど、翌日お届け機能っていうのがあって、結構まあ最短で届けてくれるみたいなのが無料でできる、これも結構でかい、もう明日欲しいみたいなのをすぐ届けてくれるから、これも結構助かるんですよねっていうのも、使わせていただいて、います。これがまあ僕がアマプラを使う理由。あとまあ今ガンダムとか見てるかな、昔のやつ、そういうのも結構見れたりするから、いいなと思って見ています。有料版、あとあれ有料じゃないよ、そんなもんですね。でそんなお金をかけれないっていう人におすすめな無料版、こちらに関しては例えば、いくつか挙げるとすると、一つはTVerってやつですね。これは見逃し配信とかで結構上がってたりするやつでおすすめなんですけど、 TVerは、どうなんだろう、フジテレビ系と TBS 系は結構なんか動画が上がってる気がしますね。なんか見逃したやつはすぐ見れるみたいになってたような気がします。僕の見方としては、昔のドラマ、昔好きだったドラマがまあ再放送的な感じで見れたりするので、それが結構楽しくて見れます。まあ例を挙げると、まあ誰も知らないかもしれないんですけど、昔めちゃめちゃ流行ったっていうか、昼ドラマの温泉へ行こうっていうね、なんかねちょっとこう心温まる面白いドラマがあったんですけど、この温泉へ行こうシリーズが今やってて、まあ1日1話分ぐらい更新されていってるのかな。もうね毎日見てます。これ今3をやってるんですけど、やっぱねいいですね、なんかすごく楽しみで見てます。あとこの前言ったセカンドライフの映像が流れてた午前0時の森、これも見逃し配信で上がってたので今、登録すれば見れるようになってます。パソコンだったら多分登録するだけでいけたと思いますし、スマホだとアプリをダウンロードすればいけるんじゃなかったかなと思うので、ぜひそちらもご確認いただければと思います。そしてさっき少しちょっと口に出しましたけど、アマプラしました、アベマ TV 間違えた、すいません、アベマ TV もねタダで見れるやついっぱいあります。ちょっと前で言うとサッカーの試合なんかアマプラなんで間違えるの、アマゾンでなんかすいません、アベマ TV でね、やってたりしてましたね。アベマは、結構いいですね。なかなか面白いのやってるんじゃないかなと思いますね。まあ、あとは、最近で言うとメジャーリーグの、放送、生放送とかもやってますね。めちゃめちゃ太っ腹ですよね。昔なんてあんな NHK かなんかの、BS かなんかじゃないと見れなかったような気がするんですけど、アベマで見れるんですよね。いや、すごいですよね。ただですよ。一応プレミアムっていうのもあるみたいなんですけど、
ただでも見ることが、まあ、できるようになってますので、ぜひ、ご活用いただければなと思います。まあ、あとはもう本当 YouTube の中のその番組チャンネルっていうのがあるので、そこからも見たりなんかしてますね。結構探すと、なんていうんですか、特撮チャンネルとか、あの特撮ヒーローのやつをあの毎週更新してるやつとかあったりするんですけど、なんかそんなのも結構面白いかなと思って見てます。僕はちなみに、時代劇チャンネルを見てます。時代劇チャンネル。そう。で、まあ、時代劇が毎週更新されるチャンネルなんですけど、僕はね、その中でもね、影の軍団っていう、あの人誰だっけ、千葉真一さんが主役のやつ。あれ昔からなんかその見たいな見たいなと思ってたけど、なかなか再放送がなかったので、これをきっかけに1からずっと毎週更新されてるやつを今年か去年の暮れぐらいからずっと見てて、今3やってるんですけど、確かね4ぐらいまでやってたと思うんでね、ちょっと見たいなと思って見てるんですけど、めちゃめちゃ面白い。昔の時代劇ってリアルすぎるというか、その役者さんの演技が上手すぎて感動なんですよね。そう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 。なのも見たりしてますね。はい。これはもう完全にまあ無料で見れるやつなので、ぜひね、ご活用いただければなと思います。まあこのように私はですね、テレビを見ずとも動画を楽しむ生活を送っております。あ、もちろん私のチャンネルのね、動画も見ていただければ、きっと楽しむことができるのではないかなと思いますので、ぜひ、今後とも、ステップアップ TV のご視聴の方もよろしくお願いします。ということで今日はですね、テレビを持っていないモッチーがよく見ている動画、サイトなどのお話をさせていただきました。ぜひご活用できるものがあればご活用していただければと思います。最後までご視聴誠にありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。それでは失礼いたします。